アメリカのトランプ大統領は30日の記者会見で大統領選挙における郵便投票は不正の温床だと持論を繰り広げたうえでツイッターで言及した大統領選の延期について再びほのめかしました。 大規模な郵便投票が導入されれば投票率が上がり野党・民主党のバイデン前副大統領が有利との見方がありトランプ氏は危機感を強めています大統領選の実施日は議会が決めると憲法で定められていて与野党からは延期に強い反対の声が上がっています